はい、どうもー。はい、楽しいお週間の時間ですよ、今日はね。はい。はい。はい。天才味付けたまやぎ、ふんわり揚げ、トマト。海苔わさび。海苔わさび。煮干し、豆腐、大根、ネギ。味噌汁。もちきびご飯、もち、ごめん入り。です。いただきます。さあ、ちょっと。あった。炭酸水です。今日も元気な炭酸水でございます。いただきます。おっしゃ、しいね、おいしいね、炭酸水おいしいね。まず味噌汁からいきましょう。なんですが、海苔出しときましょう。海苔を出しときます。初めての海苔です。おお、いい香りするぞ。おい、だから端をね、まだ何も汚してない状態で海苔を出しときましょうということです。今日は納豆も食べようと思ったんですけど、納豆を冷蔵庫から取ってくるの忘れました。うわ、こりゃいいぞ。これにしとこうか。すっげえいい香り、幅広い。なんじゃこりゃ。海苔わさびいいぞこれ。どこのだっけ。伊豆だ。伊豆稲取。もういいや、これも食べちゃおう。こっちでいただきます。うん、美味しいね。あ、これはいいわ。うん、わー、効く。一気にたくさん食べるぞ。これいいな。うん、うん、うん、冷蔵庫に、あーく、あー効く。味噌汁も非常にいい。うん、うん、この海苔食べちゃった流れで野菜からの話忘れてました。卵焼きに入れて
あ、でもそしたらわさびが飛んじゃうのかな。いや、焼いても美味しそうだなと思ったんだけど、飛んじゃうのかな。どうなんでしょうか。うん、これ美味しいね。この醤油も美味しいね。毎日いいんだけどな、毎日いいんだけどさ、あーだっす、あーだっす、あーやっぱり落ちてきちゃった、やっぱり落ちてきちゃった。皿についても卵とふんわり揚げていきますから、うん、うん、この味でご飯いける、素晴らしい。丸ごといっちゃうか、丸ごといっちゃおうかね、丸ごといっちゃおう。うん、ほら、うん、ほらね、さらにもち米追加。やってみてほしいな。風が強くて
納豆なくても十分だったな、これこの量でご飯のバランスがさ、あ、この海苔わさびは納豆とも合うな。卵焼きもいいなと思ったけど納豆と合いそうだな。いや、かなり優秀ですよ、これ。うん、もっと言えばこの海苔わさびだけでもいける、十分。でも酒の魚当てっていうかそっち方向でもいけるな。うん、そっち方向でもいける。こりゃいいわ。うん、強い。強いですね。トマトふんわり揚げ、天才味付け卵焼き、ネギ、大根、煮干し、豆腐、味噌汁、のりわさび、これ優秀。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。おい、また明日。